U、列車、U は、九州旅客鉄道、JR 九州が、博多駅大分駅、別府駅間を、鹿児島本線、久し大本線、日豊本線経由で運転する、特急列車である。本校では、博多駅由布院駅、別府駅間で運行される特急、由布院の森、並びに久し大本線で運転されていた、優等列車の遠隔についても記述する。 特急、ゆうは、1992年7月15日に、それまで、博多駅別府駅間で運行されていた急行、ゆうぶ、ゆを、四国旅客鉄道、JR 四国から購入した、キハ185系機動車を投入の上で特急に、格上げするで運行を開始した。ゆうぶ自体が、運行を開始したのは、1961年10月1日に、 博多駅、湯布院駅、別府駅、文字故駅間で運転開始した、準急列車としてで、この運転区間からわかるように循環列車に近い、性を持った列車であったが、1968年10月1日に、博多駅を奇襲点とする循環急行、湯の川を吸収してに往復体制となった際に、博多駅別府駅間運転の急行に改められた。1980年10月1日には、 別府駅長崎駅、佐世保駅間を運行していた急行、西九州を博多駅発着に変更の上で、湯部に編入し、湯部は3往復体制となった。以降、湯への変更を経て2013年現在まで3往復体制で推移している。なお2004年3月13日から2011年1月10日まで、湯の一部は木ハ183系機動車を充当した。 UDX, u デラクスとして運行されていた。特急、ユフインの森は1989年3月11日に運転開始した観光列車で現在九州各地で運行されている D&S 列車、デザインストーリー列車の講師となった。当初から専用編成に予備がない関係で臨時列車として運行されている。UV, U は 文後富士とも呼ばれる、大分県湯ぶ市にある湯ぶ岳が由来となっている。湯布院の森は湯ぶ岳と湯布院町、当時にちなんでおり、牧歌的な風景をイメージしたものである。基本的には、湯、う、ゆ院の森と2系統の特急列車として運転されているが、湯布院の森の運休時には、同一ダイヤで、湯が運転されている。湯布院駅、大分駅方面への列車が下り、 博多駅方面への列車が上りとして扱われている。九州新幹線鹿児島ルートの全線開業以降は、日中に鹿児島本線都市駅久留米駅間を運行する唯一の特急列車になっている。博多駅別府駅間に往復、下り1.3号、上り4.6号、博多駅大分駅間1往復、下り5号、上り2号の 計算往復が運行されている。列車番号は、号数プラス 80D である。1992年の特急格上げ時点では3往復とも別府駅発着で運行されていたが、2001年に1往復が大分駅発着に変更され、さらに2008年3月15日からは、大分駅高架化事業に伴い、大分駅別府駅間が臨時列車扱いになり、 同年8月24日からは、運行自体を休止していた。しかし、高架化事業の進捗により、2008年3月ダイヤ改正以前に、別府駅発着だった列車に関しては、2012年3月17日の、ダイヤ改正で、別府駅発着に戻されている。博多駅、二日市駅、鳥栖駅、久留米駅、久留米大学前駅から、田主丸駅、筑後吉井駅。 浮葉駅、北駅、天ヶ瀬駅、文子森駅、文子中村駅、湯布院駅、湯平駅、向井の春駅、大分駅、別府駅。大分鉄道事業部大分車両センターに所属する、キハ百185系機動車の3両編成が、充当されている。クリーン車は連結されていない。同じキハ百185系で運行される方比、本線特急、九州横断特急とは基本に運用は分けられている。 2004年3月13日のダイヤ改正からは、u のうち1.5往復脇はキハ183系、機動車4両編成を重当した UDX として運行した。車両は2003年まで、大村線特急、シーボルトに用いられていたものを改造したもので、1992年から1999年までは、ユフインの森として使われていたものである。日によって、 U と UDX の運行を入れ替える方式をとっており、奇数日は1.45号が U、2.36号が UDX として運行、弾数日はその逆となっていた。なお、毎月31日と、順年の2月29日は全列車 U での運行となっていた。キハ183系は予備車両がないため、検査時などの場合も3往復とも、 U として運行されていた。UDX は1.4号車が普通車座席指定席、2.3号車が普通車自由席として運行されていた。1.4号車の車端部には全面展望が可能なパノラマシートが設けられており、パノラマシート利用時の特急料金は JR 九州の通常期特急料金の200円増しで、通年同額と区別されていた。 ただしパノラマシートは座席が車端向きに固定されているため、下り列車の4号車、上り列車の1号車では進行方向と逆向きになっていた。キハ183系は、法比本線熊本駅、宮城駅間の特急、阿蘇防衛に転用されることが決まったため、阿蘇防衛は2011年6月4日より運行開始。 UDX の運行は2011年1月10日をもって終了した。博多駅由布院駅間に往復、下り1.5号、上り2.6号、博多駅別府駅間1往復、下り3号、上り4号の計3往復が運行されている。下り1.5号、上り2.6号は5両編成、下り3号、上り4号は4両編成。列車番号は、 号数プラス 7000D である。1989年に一往復で運行を開始した時は別府駅発着で、1992年に,に往復化された際に増発分の列車は博多駅湯布院駅別府駅国来機関で運転され、かつての準急、湯部のような循環列車に近い格を有していたが、1995年に全列車別府駅発着となり、 車両の変更があった1999年に、現行の運行本数となった。なお、別府駅発着列車に関しては、U と同様に、大分駅発着で運転されていた気がある。また、湯布院駅発着列車が設定された際に、このうち一往復に接続する形で、湯布院駅別府駅間運行の U が設定されたが、この U は2002年に廃止されている。なお、 ユフインの森は予備車両がないため車両の検査時には U の車両により U7X5X は本来のユフインの森の号数列車番号は号数プラス 9000D 本来の列車の号数プラス 9070D して運行される数ある JR 九州の観光列車の中でも外国人の人気がとりわけ高く日によっては 乗客の7割が外国人ということもある。そのため、サービス工場のため車内で、無料 Wi-Fi 接続サービスを行っている。博多駅、鳥栖駅、久留米駅、日田駅、山瀬駅、文後森駅、湯布院駅、大分駅、別府駅2018年7月14日に、久し大本線が全線で、運行再開後はそれまで停車していた2日、市駅は通過するようになった。最高速度は、 博多久留米で時速 120km、久留米、湯布院大分で時速 95km である。筑豊ささぐ鉄道事業部直方車両センターに所属するキハ71系機動車、キハ72系機動車が充当され、3.4号がキハ71系、1.25.65がキハ72系で運行される。全車普通車でクリーン車は存在しないが、 座席のグレードは、言うより高くなっている。運行開始以来、全車座席指定席で運行されている、2001年3月のダイヤ改正で一行自由席が設定されたが、自由席の混雑が激しかったことから同年7月に、全車指定に戻された。キハ71系は2号車、キハ72系は3号車に、ビュッフェ、売店を備えている。 1989年の運行開始当初は3両編成であったが、好評を博したことから翌年には4両に増結された。以降全列車4両編成で運行されてきたが、外国人観光客の取り込み目的もありキーハ72系に関しては両を1両新増して、2015年7月18日から5両編成での運行を開始している。なお、 U として運行される際は、U と同様のキハ185系3両編成で運行される。その場合は自由席が連結される代わりに、ビュッフェの営業はない。過去にはキハ183系機動車が充当されたこともあり、1992年から1995年まで運行されていた別府駅小倉駅間には、この車両が乗り入れていた。 久し台本線が災害で運休になった際に、ゆう、湯 i 院の森が本来とは違うルートで臨時運行されることがある。浮葉駅北駅間で線路施設が断続的に被災したため、2012年7月21日から8月27日までゆう、湯 i 院の森はそれぞれ、北駅大分駅間1往復、北駅別府駅間1往復の計に往復ずつ運行された。 大分駅発着が U103.100 号、湯布院の森93.90号、別府駅発着が U101.102 号、湯布院の森91.92号であった。車両は U はキハ185系、湯布院の森は90.91号がキハ72系、92.93号がキハ71系を充当したが、キハ72系が、 大分駅、別府駅発着の、湯布院の森に重当されるのは初めてであ。また車両輸送の都合上、湯布院の森は通常と車両の上下方向が逆転していた。8月28日に久し大本線全線で運行再開されたため、湯、湯布院の森とも通常ダイヤに服した。北駅、山瀬駅、文後森駅、文後中村駅。 湯布院駅、湯平駅、向かいの春駅、大お駅、別府駅、三つ駅、ひた駅間で、鉄橋流出が発生し、復旧には長期間かかることが予想されたため、2017年7月15日から、湯布院の森は、博多駅、湯布院駅間、小倉駅、日本本線経由に往復、91から94号、で運転を再開した。同年7月24日からは、 ゆも北駅別府駅間に往復、八十81から84号、82号のみ、大分駅始発で運転を再開した。ゆう、ゆふいの森友とも当初は7月31日までの運行であったが、その後随時運行延長が発表されていた。なお、ユフインの森は、車両検査などにより運休する場合がある。車両は、ゆうわきは185系。 湯布院の森は九十一点九二号がキハ十一系、九十三点九四号がキハ十二系で、九十一点九二号は、久し大本線内での方向が通常運転時と逆になっていた。二千十七年十二月一日からは、キハ十一系とキハ十二系の運用が入れ替わっていた。湯布院の森の博多駅大分駅間は、同区間で運行される特急、 ソニックよりも大幅に停車駅を絞っていたが、急遽ダイヤが組まれた臨時列車であることや車両性能の関係で、ソニックにして所要時間は長くかかっていた。ソニックは2時間から2時間半程度、ユフインの森は3時間半4時間強。なお、大分駅ユフイン駅間については通常運行時と、同様に途中駅は全て通過する。 博多駅、湯布院駅間の全体での所要時間は4時間半5時間程度で、通常運行2時間半程度の約2倍だが、7月31日までは92号は、別府駅で53分停車する。その間に、特急2本、普通1本が発車するダイヤだったため、他の列車よりもさらに所要時間が長くなっていた。一部の臨時列車では通常運行時のダイヤを用いており、 u、81. 8 1 8 2 8 4号の日田駅、大分駅、別府駅間は U1.26 号、U83 号の日田駅、湯布院駅間は、湯布院の森1号、湯布院の森92号の湯布院駅、別府駅間は U3 号、7月31日まで、湯布院の森93号の別府駅、湯布院駅間は、湯布院の森4号がそれぞれ該当していた。 なお2018年3月1日からの、湯布院の森は、91.92号が毎日、運転、93.94号が主に金曜、土曜、休日の運転となった。同月17日のダイヤ改正で、運行時間が変更になり、博多駅湯布院駅間の所要時間は3時間40分から4時間程度に、短縮された。ただし94号は4時間43分と、 改正前より所要時間が長くなる。2018年7月14日に被差し、大本線が全線で運行再開されたため、ゆう、ゆふいの森とも被災前の本数、運行区間に復した、なお7月13日の湯ふ院の森は運休であった。2012年の臨時運行時と同様、博多駅小倉駅別府駅大分駅、湯ふ院駅、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。